今晩はカレー作ろうっと。え、かけてきゅう。何、人間じゃないのに言葉を喋ってる。でもちょっと可愛いかも。お腹空いたきゅう、食べ物ちょうだいきゅう。お腹が空いてるの？リンゴ食べる？いただきます。ねえねえ、知ってる？昨日近くのトンネルで女の人が白い怪物に襲われたんだって。怖いよね。知ってる知ってる、ブリッジワームって噂だよね。怖くてトンネル通れないよ。ペケルイ、今の話聞いたか？ブリッジワームって？ブリッジワームは高速道路下のトンネルとかに潜んでいる全長約10メートルの白い怪物だよ。可愛い顔で人間をおびき寄せておいて、近づくと急に怖い顔に変わって襲いかかるらしいよ。ひー、レディが襲われたって言ってたよな。許せん、俺たちで捕まえてやろうぜ。そうだね、そして僕の仲間にして一緒に地球支配を。ウケツ、冗談だよ。ブリッジワーム、近づいたら危険。トンネルに潜む白くて可愛い怪物の正体とは、ブリッジワーム現る。というわけで我々は目撃情報があった場所までやってきたのであった。わ、トンネルがあるよ。あの中にブリッジワームいるんじゃない？どうしようか、中に入るのは危険だし。呼んだら出てくるんじゃないか。おい、ブリッジワーム、出てこい。出てこい。いや、そんなことで出てくるわけ。出てきた。でっかーい。けどあんまり強くなさそうだね。っていうかちょっと可愛いかも。本当にこいつがブリッジワームか？なんか顔も怖くないし、レディを襲うようなやつには見えないんだぜ。そうやって油断させるのがブリッジワームだよ。気をつけて。お腹が空いたきゅん、食べ物ちょうだいきゅん。おい、ブリッジワームが喋ったぞ。お腹空いてるの？もう3日も何も食べてないきゅん。お願い、何でもいいからちょうだいきゅん。いや、3日も食べてないの？じゃあ僕のポテチ食べる？あ、ペケツ、近づいちゃう。いただきます。ブリッジワームの言葉は嘘？本当？ペケツ、大丈夫？食べられちゃうかと思った。急に凶暴な顔になったんだぜ。ってことはやっぱりこいつがブリッジワームか。おい、昨日レディを襲ったのはお前だな。お、襲ったわけじゃないきゅ。置いていた食べ物をもらっただけきゅ。食べ物をもらった？さっき3日も食べてないって言ってましたよね。食べ物は僕の子供たちに食べさせたんだきゅ。子供は嘘だ。だってすごく怖い顔で僕を食べようとしたもん。怖い顔は生まれつききゅ。普段は人間を怖がらせないように着ぐるみで隠してるきゅ。けど食べるときは脱がないと食べれないんだきゅ。それ着ぐるみだったんだ。大きい体と怖い顔のせいで勘違いされるけど、本当に襲うつもりはないきゅ。ああ、信じてきゅ。あれ、本当に僕を食べようとしたわけじゃないの？めちゃくちゃ泣いてるし、なんか嘘ついてるようには見えないよな。ごめんね、ブリッジワーム、ポテチあげる。あ、ペケツ待って。ありがとう、でもそれだけじゃ足りないから。お前ごといただきます。うわー、ペケツ、ブリッジワームから逃げる。待て。今度こそ食べられちゃうかと思った。ブリッジワームめ、やっぱり全部嘘だったんだな。許せん、絶対懲らしめてやるんだぜ。でもまずはブリッジワームから逃げないと。向こうの階段を登ろう。わかった。どこ行った？なんだ？あー、外しちゃった。閉じ込めるキューブが当たってたらブリッジワーム捕まえられてたのに。だから俺に投げさせてくれって言ったじゃないか。だって僕が捕まえたかったんだもん。そんなところにいたのか。どうする、この壁登れないことはないが、体力が限界だ。あれ、ブリッジワームもしかして疲れてる？そういえば足遅かったもんね。いつもトンネルでじっとしてるから体力ないんじゃないのか。おーい、無理せずに降参したらどうだ。なめるな、本気を出せばこれぐらい。げっ、壁を登ってくるぞ。もう蒸発するから早く逃げるよ。こっちの道は人がいるかもしれないから来た道戻ろう。戻るの？おい、待ってくれよ。あいつらまさかトンネルに。そっちはダメだ。ブリッジワームの正体。元のところまで戻ってきたね。ブリッジワームの姿は見えないし、しばらくは来なさそうだな。かなり疲れてたみたいだしね。あの様子だったら簡単に捕まえられるかも。そうだな。うわ、トンネルに何かいるよ。
ブリッジワームだ。他にもいたなんて。でもさっきのよりずいぶん小さいぞ。お父さんを捕まえないで。お父さんってことはあのブリッジワームの子供か。子供がいるって嘘じゃなかったんだね。お父さん本当は人間なんて食べたくはないんだ。でもお父さんもうずっと何も食べてなくて、でも僕らを残して死ぬわけにはいかないから仕方なく女の人や君たちを襲ったんだ。じゃあ3日食べてないっていうのも本当だったのか。ってことは昨日女性から手に入れた食べ物も。うん、全部僕らにくれたんだ。僕らもお腹がペコペコだったから。優しいお父さんなんだ。だからお願い、お父さんを捕まえないで。かわいそう。確かにな。でも俺たちを騙して食べようとしたのは事実だし、このまま放っておくわけにもいかないよな。どうする。危険だからやっぱり捕まえた方がいい気もするけど。でもわかった。ベケッツ、僕に任せて。食べ物がいっぱいある場所に連れて行ってあげる。プラネットスクール。なんだこれ、でかいボールみたいだな。これは自分の好きな星を作って、その星の中に住めるアイテムなんだ。プラネットスクール、食べ物がいっぱいある星を作って。そしてお前たち子供から離れろ。お父さん大丈夫、この人たちは僕らの味方だよ。この人たちが一生食べ物に困らない場所に僕らを連れて行ってくれるんだって。まさかそんな都合のいい話があるわけ。それがあるんだよね。じゃあ君もこの星に触れてみて。お父さん、この人たちを信じて。消えた。おい、子供をどこにやった。この星の中にワープしたんだ。ほら。なんだこれは、テレビ。お父さん。そこはどこなんだ。僕ら家族が住むための新しい星だよ。新しい星。食べ物に絶対困らない星。果物の木もいっぱい生えてるし、海では貝も魚も取り放題。本当なのか。はい、ここなら家族で幸せに暮らせると思います。なぜだ。俺はお前たちを食べようとしたのに、どうしてこんなに優しくしてくれるんだ。子供たちから聞いたんだぜ。お腹が空いてどうしようもなかったんだよな。僕だって3日も何も食べなかったら何だってやるもん。地球支配でも何でも。ベケツ、冗談だよ。じゃあお言葉に甘えさせてもらおうとするか。家族みんなで楽しく暮らしてね。ありがとう。こうしてブリッジワームは新しい住処を手に入れて幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。ってベケッツ、何してるの。お腹すいたきゅ、ポテチ買ってきたきゅ。ブリッジワームの真似。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しない。